見事4連勝で甲子園会後岩見沢記念制覇へ導きました藤本拓海騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずは今のお気持ちをお聞かせください。いやもう本当素直に嬉しいです、はい。3連勝中で今日のレースでしたけども藤本騎手から見て今この馬の調子などはどのような印象でしたか。いやもう本当に絶好調なんで今日はもう本当に今までにないぐらいの最高のレースだったと思うんで、はい。もうレース前から最高のレースができるとお思いでしたか。いやもう本当にうまく調教さんが仕上げてたんでもうあとはそつなく乗るだけだなと思ってたんで、はい。レース前からどうですか、自信みたいなものはありましたかね。そうですね、もうだいぶ調子は上がってたんで障害戦うまくクリアすればあとは持ってくれるんじゃないかなって思ったんで、はい、はい。レースを振り返りたいと思いますけどもまずスタートから、2障害の手前まで、ペース、馬場などはどのような印象でしたか。そうですね、もう今日やっぱりトップハンデなんで、まあ、先に行き過ぎてやっぱり山引っ掛けちゃうとどうしても末足に影響するんで、はい。まあ、前見ながら先に生かしてちょっと 3,4 番手でつけてうまく障害さえ切ればあと押し切れるかなっていう感じで、はい、そういう感じで進めたんですけど。ではその後はもうイメージ通りのレースができたという感じでしょうか。そうですね、やっぱり前半息入った分障害もすんなり越えられてあと降りて背足も、まあ、ゴールがちょっと1回ぐらい止まるかなという気持ちあったんですけど最後まで持ってくれたので、はい。もう2番手以降離しての勝利でしたけどもゴールした瞬間はどのようなお気持ちでしたか。まあ、本当にホッとしました、はい。今4連勝ということでこの後も期待がかかると思うんですけども。そうですね、まあ、これから涼しくなって、ね、今年暑かったんですけどうまく、ね、夏場乗り越えてくれてたんで、はい、あとはもう調子崩さないようにレース頑張るだけだかなと思ってるんですけど、はい。では最後にファンの皆様にメッセージお願いいたします。これからも一生懸命頑張りますので万栄競馬ともども応援よろしくお願いします。藤本拓海騎手でした。以上をもちまして第55回岩見沢記念の表彰式を終わります。関係者の皆様おめでとうございました。